社会人ナンバーワンバッターの呼び声が高いエネオス弱冠21歳渡来龍樹選手。実は渡来選手、昨年の都市対抗では決勝戦でドラフト3位で広島東洋カープに入った東京ガス増田投手から右中間に特大スリーランを放つなど、大会通算4割2分9厘4本塁打、橋戸賞、若獅子賞、打撃賞の3冠を獲得するなど大暴れ。連覇がかかる今年、新たなる挑戦が始まった。少し太くなりました。成長しましたね。ドッとなんかウエイトも増えて。あ、そうなんですね。重量もちょっと上げながら、下半身とかは少し太くなってきて、多分上半身も結構でかくなってきました。気持ちいい。バッティングの打球の質みたいなのは変わりましたか？インパクトの時の強さは去年よりも良くなってるんじゃないかなっていう気はしますね。そんなパワーアップした渡来龍樹選手のバッティングからご覧ください。打球音が21歳ではありません。おっしゃだけ軽く払った打球なんですが、これがフェンスダイレクト、パワーついてます。昨年まではストレートに課題を残していたため、強く引っ張ることを心がけていた渡来選手。しかし今回取材に行った時には逆方向へ鋭い打球を多く飛ばしていました。昨年から何が変わったのか聞いてみた。僕左バッターなんですけど、やっぱこう強い速い球には左の押し手が押し負けてたら全部ファールになっちゃうと思うんで、押し負けてしまうんで、左の押し手をグッてこの押し込みを大事にするようになってから、やっぱ150近い球もミスショットせずにしっかり打てるようになっていきました。ミスショットが減ってきたっていうのがやっぱホームランにつながってるんじゃないかなというふうに思います。1年目の時は甘い球をファールにしてとかあったんですけど、2年目のあの時の都市対抗の時とかはやっぱこう仕留める球をしっかりこう一発でファールにせずに仕留められてたのがホームランにつながったんじゃないかなというふうに思います。と語るように年々進化を遂げている渡来選手。この泳いだ打球でもフェンス直撃、かなりパワーはついている。そして次の打球にも注目。ちょっと外れたチェンジアップ系のような対応、この辺りも柔軟性が増している印象を受けます。この辺りの技術を渡来選手はこう語る。意識は少し変えた部分もあるんで、はい、リラックスしたいなと思って、はい、僕すごい力む癖があったんで、はい、打ってやるとか決めてやるって時とかがなおさらもうグーって力んで力んでアウトみたいなのがあったんで、それがなくしたいなと思って、上段からゆっくり下ろす構えにしてるんですけど、最近それがすごい今合ってると言いますか、リラックスした中で打ち方は元の自分なんですけど、まあ、そこの考え少し変えるだけでもだいぶ違ってきたので、まあ、率もすごい最近残せるようになりましたし、まあ、そこは良くなってる点かなと思います。そのリラックスを取り入れたことで打撃にも幅が出たらしく、ご覧のように厳しいインコースのボール、おそらく今年も増えてくるでしょう。しかしこのボールを逃げることで次のチャンスボールにつなぐことができるでしょう。さらに、さあ今の技ありスローで見ていきましょう。同じく厳しいインコース、しかし肘を抜いてうまくレフト線ギリギリフェアへ乗せるあたりも花があるのか。打撃の引き出し確実に増えていますね。全然違うんですね、その構えの入り口を変えるだけで。入り口変えるだけで僕はちょっと違う気がしました。リラックスして入るだけで落としていくような、はい、ベテランの山崎蓮さんがやってるんですけど、確かにやっぱすごいいいなと思って、最近は僕も取り組んでます。そのあたりの先輩の知恵みたいのも活かしてると。引き継いでます。なるほど。そんな渡来選手を入部以来アドバイスを送り続けている新井幸雄外部コーチ。 NPB でも多くの選手を育ててきた新井コーチの目に渡来選手はどう見えているんでしょうか。渡来選手、
まあ、去年も指導されててまだまだだなんて言われてましたけど、あれこっち、あれこっちは厳しいご意見。この1年経って率直にどういう風に見てますか？ちょっと成長したかも。どういった部分が？前は力任せに振ってたけど、はい、ちょっと力を抜いて打つことをちょっとずつ覚えてきたから、一番難しいんだけど、で結局ね、力いっぱい振ってもバットのヘッドが出てこないっていうことがオッポ言って、はい、練習でそういうのをちょっとずつ覚えて、あんまり思いっきり振らなくても飛距離は変わらないんですねっていう言葉が返ってくるからそうなんだ。それを覚えなきゃな、まだまだだけど楽しみだね、これからのね、都市大国ってね。そうですね、うん、どれだけね、確かにまたやってくれるか、うん、ちょっとプロに近づいたと。ちょっと近づいた、プロ入ってね、活躍するのはお金を稼ぐのが大変なんで。なるほど。今のままじゃね、まだお金稼ぐんだ。あ、でも、まあ、順調にといえば順調だよね。でもなかなかね、あの 3年目であんな子いないからですよ、うん、あ、高卒で確かに大学生見ても社会人見てもね、うん、けど、まあ、そこだけはあんまり褒めたくないけどあそこだけはもう抜けてるよね。さあ、続いては渡来選手と私キャッチボールをしました。そんな渡来選手、バッティング以外でも成長が。わー、ナイス。最初見た時は若々しかったですけど、チームの顔になってきましたね。さあ、そんないい送球をしていた渡来選手の外野からの送球を見ていきましょう。完璧、ナイスボール。わお。そんな渡来選手、外野だけではなくセカンドにも挑戦したこの春。渡来選手に話を聞くと内野守備も意欲的。両方やっぱやっていくっていう形で今はやっぱ両方できた方が幅も広がりますし、はい、持ってるものを最大に出せるんじゃないかなっていうのもあるんで、やっぱそこはもちろん一番のベストはセカンドもライトもやっぱ両方一流と言われるぐらいの守備力があれば一番いいのかなと思うので、セカンドとライトってこう位置関係は似てるじゃないですか。でもやっぱもう全然違くて、スローイングの仕方とかもやっぱ変わってくるじゃないですか。で、外野だったら大きく使うことの方が多いと思うんですけど、内野はそれよりもう少し小さく速くっていう動作が多いので、やっぱそこのこう切れ替わりっていうか、そういうのやっぱむずいなって改めて思いますね。持ち前の打撃力だけでなく守備でも進化を見せる21歳渡来選手、まもなく始まる都市対抗での活躍にも大注目です。そんなエネオスは第94回都市対抗野球大会、7月14日から開幕します。東京ドームです。エネオスにとって今年の都市対抗もまた特別な大会、史上最多13回目の優勝と、さらには史上初3度目の連覇を目指します。エネオスの野球、ぜひ東京ドームに見に行ってください。